って言ったりすると飛ぶ空を出して、とても口出すのは怖くけれど、気がついていたら君の方が僕を好きになっていて、それで口出すなりも良くなったんだよ。君はどこに住んでいたのですか？高円寺じゃないよね。だって毎日電車に乗っては中央なのかに、中央なのかに目をつきばかり。それで電車に乗るたびに、それで電車に乗るたびに、いつもいろんな女の子に言われていたんだ。君のこと好きだなんて言わないでよかったよ。電車来るの、電車来るの。